はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、以前、山屋の、ネット通販で、買いました。ここしか売ってないみたいですね。わかんないけどね。外国のビール、エッティンガー・シュバルツという、これはドイツの、原産国はドイツ。500ml でこれ値段300円ぐらいだったかな。確か。うん。アルコール分が4度以上5度未満。ですね。エッティンガーは1731年の創業以来、ドイツで広く愛されている人気ブランドです。で、シュバルツビールはミュンヘン発祥の黒ビール。デュンケルより色が濃く、甘みは控えめです。ローストされた大麦の香ばしい風味と優しい甘み、深いコクをお楽しみください。シュバルツはドイツ語で黒の意味だそうです。原材料が麦芽とホップ。まあ、シュバルツビールということになりますね。うん。まあ、シュバルツというのは、まあ、一般的に、ね、広く親しまれている日本でいう黒ビール。確か、それ以上、シュバルツの次はあれか、スタウトか。スタウト。シュバルツよかなんかね、高い、まあなんか、ね、黒ビールが、スタウト。一番絞りスタウトはあれはスタウトですね。種別的に言うとね。だから、まあ、一番絞りスタウトは、以外、の、まあ、大体の日本の黒ビール。日本のね、札幌とかで売られている黒ビールは、全部シュバルツビールということになります。それじゃあ、ね、飲んでいきましょう。で、こちら、はい。チーズ。これはですね、カマンベールチーズです。表面が白カビで覆われ、中身はクリーム色で、熟すとトロッとした、大変滑らかな、食べやすいチーズです。オードブルデザートに最適で、果物や野菜とよく合います。125g で、これ値段が400円ぐらいだったかな。うん。ね。これも食べていきます。おー、すげえ。なんだこれ。あ、すげえ缶に入ってる。缶に入ってんの？チーズが。初めて見たんだ。そんじゃ乾杯。うん。うん、ちょっとあれですね。甘い。結構甘い。全然苦くない。うん。これは苦味はほぼないですね。あ、もうちょっと冷やせばよかったか。うん。あ、でも。美味しいですね。で、なぜかこれだけね、この、シュバルツだけ 500ml の缶しかなくて、売ってないみたいですね、これね。330ml、350ml のやつが売ってなくて、仕方なくこれを買ったんですけど、あ、300円ですね。で、他にも、まあ、いろいろ買ったんですが、これ入れて全部で、何個買ったんだっけ ?4 種類かな？ちょっと待ってよ。あ、4種類ですね。うん。うん。4種類。まあ、全部でこの山屋には売ってるのは、この4種類みたいですね。その、
あ、それなりに美味しい。けど、かなりあっさりしてますね。コクがあんまりない。コクがそんなないね。黒ビール独特のね、コクっていうのがあんまりね、ないですね。まあ、あと朝日のスーパードライのドライブラックとかも、あれもシュバルツビール。だと思いますね。多分ね。種類的にはね。でも、朝日のスタウトとかは、スタウトですね。これは。昔、昔ってほどじゃないですけど、一番搾りスタウト。あれ、昔、シュバルツだったんですよね。最近変わりましたけどね。最近、ちゃんとしたスタウトになりましたけど。あ、全然スッキリして飲みやすい黒ビールだ。これはあれだわ。飲みやすすぎて、なんか、ちょっとなって感じ。あ、すげえ。ほら、こんな感じになってますね。へぇ。缶に入ってるの初めて見たな。ちょっと待って。これで発酵させんの？え、これ原産国、このチーズ、フランスですね。で、あと英語で何書いてるかわけわからん。ほとんどわけわからん。要所、書いてない。まあいいや。じゃあちょっと食べてみますか。おー、すげえ。さすがや。おー、白カビ。おー。多分、前回ね、前ね、食べたね、ブルーチーズは、あれ今、俺の冷蔵庫の中に、ね、放置されてますけど。まあ、後でピザかなんかにぶっかけて食いますがね。おー。これは多分大丈夫だと思う。ブルーチーズよりか明らかに多分癖は少ないはずなんだ。ね、ちょこっといただけますか。このね、もちっとした感、この、ね、あれがいいよね。この、カマンベールチーズは、ね、ふっくらもちもちしてるんですよね。なんかね。中が特にもちっとしてる。それがまた、特徴ですけど。結局空気に触れてる部分が、ちょっと、若干固めみたい。ちょっと硬いんですよ。で、中の部分が、とろーってしてるんですよね。はい。じゃーん。プニプニ。餅みたいな。弾力がある。そんじゃいただきまーす。これは普通にうまい。あのね、ブルーチーズはね、あれ、しょっぱすぎなんだよ、だいたい。これぐらいじゃないと。ちょうどいい。しょっぱさもちょうどいいし。でね、この外側の部分が微妙になんか、ね、塩分があるっていうか、ちょっとこう硬いんですよね。
これ美味しい。あと他にもね、スモークチーズとかもいろいろあったんですけどね。スモークチーズはうまいよね。なんかソーセージみたいなね、形のスモークチーズありましたね。外国のやつね。あれもうまそうだったな。今度買ってみようかな。カマンベールうめえわ。うまい、クリーミー。濃厚。ただ、これだったらやっぱり、スモークチーズの方がうまいかな。スモークチーズね。ほら、ベビーチーズのスモークチーズあるでしょ。あれもうまいよね。てか、スモークチーズあれしか食ったことないんだけどさ。俺基本的に、酒飲むときって酒だけしか飲まないから、つまみとか食わないんで。なかなかね、あんまりつまみとかっていうのを買わないんですけど。でもこれはちょっとあれだな。なんか、ビールには、正直、そんなに合わない気がするな。普通のベビーチーズの方がうまいと思う。ビールには。てか、よくよく味わってみると案外しょっぱくない。しょっぱくない上に、なんか、結構、あっさりしてる。っていうのかな。なんかチーズっていう味の、その、部類で、度合いがさ、チーズっていう味の、あ、チーズって味するわ、みたいなんじゃなくて、チーズの味と別種の味がするよね。ちょっとね。ちょっとチーズの味が弱い味がするよね。いわゆるベビーチーズに比べると。ベビーチーズみたいな、ああいう、もう完全なるチーズ。っていうのかな。こういう、若干柔らかいやつじゃなくて、もう完全に固形の。チーズの方が明らかになんか、あれだね。ビールには合うわ。しょっぱいし、若干。しょっぱめだし。なんか、こう、舌にこう、チーズの味が結構残るんですよ。ベビーチーズはね。これあんま残んないんで。でね、残った時に、ビールを飲むと、結構こう、ぐわっと甘さが来るんですよね。ビールの苦味と、なんか、こう、化学反応を起こしてみたいな。そこがまたいいんですよ。やっぱベビーチーズだな。ベビーチーズ最強だな。ベビーチーズのね、個人的にはカマンベールと、カマンベール味と、スモーク味が好きなんですけど。まあ、これもあんま、今更ながらだけど、
正直あんま美味しくない。てか、あんまりしょっぱくない。なんかね、なんだろう、牛乳っぽい。っていうか、結構食塩があんまり使われてないな。これは。だから結果として、なんか、チーズっていうより、ヨーグルト?まあ、生クリーム、まあ、とにかくしょっぱくないので、あんまり酒には、合わない。クリームみたい。なんか酒と一緒にクリームをね、なんか固形のクリームを食べてるような。あんまりしょっぱくない。やっぱり、ビールには、ね、しょっぱい系の、のがいいですね、やっぱりね。でもこのエッティンガーシュバルツ、まあさすがシュバルツビールといえば言ったとこでしょうかね。まあ確かにそれなりにね、黒ビールの味はするはするけど、まあ所詮この程度かと言った感じでしょうかね。これどうしようかな。でもこのさ、白カビのさ、独特のこの白カビの味っていうか香りみたいな、あんまりないよね。青カビにブルーチーズに比べると。全然ない気がする。明らかにブルーチーズは恐ろしい味をするけど、香りとかね。この白カビのね、味っていうのがいまいち、ちょっと感じられないですね。具体的にどういう味がするものなんだろうね、これね。その、白カビっていうのはね。ブルーチーズは完全になんか発酵した香りというか、なんかおかしな、ね、菌だっていう、カビっていうそのイメージの味がしましたけど。とにかく臭い。これ全然臭くないもん。だって。なんかね、この外側の部分がね、なんか、ティッシュを食べてるみたいな食感がするんですよ。なんかティッシュを、ここの表面にティッシュ被せたチーズみたいな。だからティッシュみたいな食感がするんですよね。だから一瞬なんか、ん?ってなる。あのほら、カステラのさ、あの甘い部分のさ、ところにへばりついてるさ、あの紙みたいなのあるじゃん。あれをなんか間違えて食ったみたいなとこ、あれ?みたいな。あ、やっぱり紙が入ってた、みたいな。ああいう感じの紙っぽい食感がする。非常にそれに似てる。まあ、ね。俺はいいや。俺はあれだ。ベビーチーズで十分。普通に。あんまりしょっぱくない、やっぱりこれ。
しょっぱくないから、あれだ。でもこれ、賞味期限がさ、缶に入ってるのに賞味期限2014年の7月10日なんだよね。案外缶に入ってても持たないもんなんだな。すごいね。缶に入ってるのにこんだけしか持たないっていうのは。そもそもチーズとか発酵食品だから別に発酵させた、ねえ。発酵させてほっとけばいいんじゃねえみたいな。ね。発酵させればさせるほどいいみたいな。そういう感覚なんですけど、俺として。納豆とかもね。俺も賞味期限とかないような感じしますけど。実はあるっていう。ね。まあ、結局、まあ、賞味期限っていうのは、まあ、菌が増殖すればするほどうまくなるっていうことでもないみたいな。そういうことなんでしょうね。うん。まあ。うん。やっぱベビーチーズのあれだわ。スモークチーズが一番うまいわ。うん、値段も安いし。これ買った後だと値段あっちすげえ安く感じるもんな。確か、60g ぐらいで、120円ぐらいするでしょ。110円ぐらいか。ベビーチーズね。これ125g で400円ぐらいだもん。だから、うん。2倍近くする。値段が。うん。うん。やっぱあれだわ。本当になんか、牛乳っぽい。もうなんか、無塩バターみたいな。違う。無塩バターならぬ無塩チーズみたいな感じがする。これは。やっぱね、トマトジュースでもそうですけど、無塩はきついわ。トマトジュースの無塩トマトジュース、俺、嫌いですね、あれね。やっぱ塩入ってないとなんか。ねえ。なんか液体、そんなんだったら普通のトマトそのまま生で食わしてくれって感じ。するね。トマトはちなみに俺塩かけないんですよ。そこが不思議なんだよね。トマトは俺塩かけないんですよ。なんだけど、トマトジュースは、無塩はきつい。まずい。結構ね、そこら辺のこだわりはありますけど。なんかね、やっぱりね、甘さがいいんだよね。トマトはね。丸のまんま食う場合は。甘さがいいんだけど、トマトジュースにすると、甘さが、なんか、消えるっつうか、あんまり、しなくなるよね。コクはあまりない。結構甘い。そして、香りもしない。かな？よって、これはおすすめはしない。こんなんだいたいシュバルツビールなんてさ、ねえ。あれだっけ。キリン一番搾りのスタートを飲んどけ。っていう話よ。正直。はい。3433。
です。ご視聴ありがとうございました。